バンバンバンクは日本の競争馬。主な勝ち倉に兵庫ダービー、新春賞、クスノキ賞、アグネスゴールド3区発の重賞優勝馬となった。デビューは比較的遅く2007年10月30日で4着。3戦目に勝ち上がり、クレノソノダジュニアカップはあるあるあるの2着に検討した。オープン特別2層を挟んで臨んだ。 キクスは9着惨敗に終わったが、兵庫チャンピオンシップでは5着と地方場最先着を、果たし、兵庫ダービーは1.0秒差をつけて、重傷発制覇を飾る。その後、ジャパンダートダービー、黒潮坂を惨敗し、地元に帰ってからも、隠した相手にも取りこぼすレースが続いたが、JBC 当日のアンダーカードとなった。 クスノキで3コーナー手前からまくるという派手なレースで圧勝。そのまくりの際、吉田勝彦アナウンサーがバンバンバンクと強烈なインパクトを残す実況を行ったこともあり、他地区の地方競馬ファンにもその存在をアピールする結果になった。アルドラゴンにはかなわなかったが、その他金牌も日着を確保し、新春賞もラガーリーダーを競り落とした。 2008年の最優秀3歳馬に選出される。続くオープン特別4着後、故障のため休養を余儀なくされた。7月のオープン戦で復帰したが4着だった。セッツ坂月では3番手でレースを進めるも失速して7着に終わった。福山競馬場に遠征した瀬戸内賞では6着に終わり、オープン特別3着を使った後に連覇をかけて迎えた。 クスノキ賞では交渉面から積極的に仕掛けて、一旦は抜け出したものの、チャンス到来らとのデッドヒートに屈し3着であった。続く、その金牌では2年連続で2着となった。2010年は、新春賞から始動したが3着に敗れた。その後、一般戦を連勝して挑んだ、六甲坂月では5着に終わった。その後勝ちきれないレースが続いたが、 9月15日の一般戦を勝ち上がり、姫山菊花賞を発着後、くすの賞を勝利した。2011年は一掃することなく全球。2012年は5戦したが、未勝利となり、競争場登録を抹消された。ありがとうございます。